あちらチャンネルです。今日はですね、以前の動画で紹介しました、こちら、リンドスポーツさんで購入した1万円以下の公式キャッチャーミット。現物がこちらということで、前回の動画で片付けを行いました。手揉みをして、現状、こんな感じになってます。オーソドックスな形ができましたので、本日はこちらを実際に使って補給をしていく、そしてどうかっていうのを見ていこうかなというふうに思います。で、ちょっと使用する前に購入してみての感想ですね、何個かまとめてみました。まず、いいところ。メリットとしましては、まあ、単純に金額が安い。9980円の送料無料ってことなんで、1万円でお釣りが来る。これがいいところ、一つ目。と、金額の割に革はしっかりしている。まあ、耐久性は保証できるかなっていう感じになってます。まあ、コスパもいいということですね。それが二つ目。で、三つ目は、練習用とかサブポジ用で使えるので、二つ目のグラブとしても、金額が非常に出しやすい。まあ、これもコスパ丸に入ってくるんですけど、試しやすいと言ったらあれですが、金額としては非常に1万円でこれだったら納得というふうに自分は思いました。逆にデメリットですね、前回も言ったんですけど、ちょっと中が緩い、自分の手のサイズが25くらいなんですが、それで少しゆったりしてるかなっていう感じですので、中学生とかだと少し緩いかもしれません。まあ、今のところデメリットはそんぐらいしか見当たらないんで、ここからですね、実際に使ってどうかっていうのを見ていこうかなというふうに思います。まあ、正直これ1万円なんですけど、なんでこんなに安いのというコメント多かったんですが、自分はぶっちゃけ知りません。利益出てるかも知らないんですけど、まあ、とりあえずですね、売ってることには変わりないんで、早速ですね、こちら使っていこうかなというふうに思います。では早速、バッティングセンターに行きましょう。はい、というわけで早速受けていこうと思うんですけど、今回見ていくのは、まあ、音大事だと思うんですよね。音と、あと補給感ですかね。取った時の感触っていうのをお伝えできたらいいかなというふうに思います。まあ、軟式でやっていくんですけど、バッセンのボールなんで、普通の M 級よりはちょっと重いボール来るかなというふうに思います。早速やっていきましょう。まずは最初、掴まずに、ちょっと当てて様子見ていきます。あ、いけますね、いけます、もう掴んじゃいます、大丈夫そうです。まあ、軽く掴んだ感じではちょっとまだもちろん動くんですけど、思ったよりも馴染みが早いかなっていう感じですね。やっていきましょう。全然いいっすね、普通に問題なく取れます。ここのラインが皮薄いと思うんで、意外と痛いかなと思ったんですけど、全然痛みなく普通に補給できます。というわけで今1ゲーム受けたんですけど、感想は思ったよりも掴める、もういける感じですね。ちょっとまあ動くは動くんですけど、全然いけます。で、途中に話したように、ちょっとここは皮が熱くないんですよ。なんですけど、まあ、芯材はしっかりしてるんで、閉じることはしやすいかなっていうふうに思いました。あとはまあ耐久性ですよね。今取った感じでは、まあ、公式はどうかなっていうのはありますね。ちょっと最後の方にスピードを上げてやっていきますけど、もうちょっとやっていきます。ああ、全然いいっすね、全然いけます。公式だとでも痛いかもしれないですね。そんなに分厚くはないです。めちゃくちゃ分厚いわけじゃないんで、公式はちょっと微妙かもしれないですね。けど軟式は全然いきます。はい、2ゲーム受けたんですけど、ちょっとやっぱり公式をバシバシ受けるのは手痛いかもしれないですね。まあ、そこはキャッチャーの自分の慣れかもしれないんですけど、普通に言ったらやっぱりちょっと軟式っぽいかもしれないです。ただ形はですね、めちゃめちゃついてきました。いい感じに、そんなに暴れるわけじゃなくて、しっかり収まってくれるんで、ポケット深めかなっていう感じですね。縦にこう使う感じで安心感のあるいい感じに仕上がってるんじゃないかなと思います。ちょっとじゃあスピード上げていきましょう。かわいい、やばい、めっちゃいいっすね。147っすよ、147。おー、ナイス。
140速いですね。まあ140受けた感じでも120とそんなに痛みは変わらないので、まあ普通にいけるかなっていう感じはありますね。でもうそんなに暴れることもなくなってきました。150でいきます。多分これでも155ぐらい出ると思います。はい、157、めちゃくちゃ速い。おお、152、はい、157、157。でもそんなに痛くないですよ、本当に。全然しっかりしてますね。よっしゃー、という感じで150マックス今7出てたんですけど、まあ問題なく呼吸できるかなというふうに思います。でもだいぶ今日の初めに比べては柔らかくなったんで、本当に普通にいいミットだと思います。ただやっぱり途中でも言ったように軟式は余裕で痛くないんですけど、やっぱ硬式はちょっと危ないかもしれないですね。はい、まあ、ちょっと最後何球かやりますか、せっかくなんで。はい、これですね。実際出るんで見ててください。これ170いくつ、177。これやばいですよ、マジで。本当にあのちょっとだけやります。久々に YouTube してる感じありますわ、これ。早い。はい、というわけで177、まあ、取れたんですかね。取れたことにしましょう。 OK です。はい、というわけで実際に177まで受けてきたんですけど、途中にも言ったように軟式を取る分にはほぼほぼ問題なく補給ができるかなというふうに思いました。ただやはりちょっと皮の薄さ、まあ、自分がこれまで触ってきた中で考えるとちょっと硬式は怖いのかなというふうに思います。まあ薄いんですよね、ここが。少し芯はしっかりしてるんですけど、ちょっとここが薄いんですよ。なのでちょっとそこをですね、ぜひ硬式グラブミットを使ったことある人はコメント欄で教えてください。ただ1万円でこのクオリティ、自分としましては本当に100点上げてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ1万円で硬式ミットが買える時点でもうかなりプラスなんですけど、機能性もほぼほぼ問題なく使えたんじゃないかなというふうに思いました。また何か面白いギアありましたら紹介しますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。エウリアッシュ。そして3月のプレゼント企画です。今回はこちら、アディダスの硬式内野手用グローブを1名様にプレゼントします。このグローブは捕球面が狭く、しっかりと掴む形が捕球しやすいかなというふうに思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選者の発表は3月31日の動画で発表しますので、ぜひよろしくお願いします。そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。 GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。イオリオッショ。